続いては25アットマーク、各市町村の輝く人や次世代に向けた取り組みをお伝えしています。今日は由利本荘市から坂本さくらアナウンサーに伝えてもらいます。はい、突然ですが皆さん、お野菜足りてますか？野菜不足の人へ向け、そう SNS で呼びかけている由利本荘市の飲食店があります。野菜の美味しさを知ってもらい、地域に活力を届けたいと意気込む店主の思いを取材しました。由利本荘市の JR 御本荘駅からほど近いこちらのビル、2階に上がると昼の時間帯だけ営業し、ランチを提供している店があります。いらっしゃいませ。迎えてくれたのは店主の高原和馬さんです。こちらの店、通常は夜に営業するパブですが、昼の時間帯だけ高原さんが借り、店の名前を変えて営業しています。その店名は、僕農家です。由来は僕農家です。実は高原さんは由利本荘市石脇で100年続く農園の5代目。父と祖父とともに12棟のハウスで季節に合わせて野菜を栽培しています。今だとミニトマト、ナス、ピーマンだったり作ってますね。由利牛の堆肥を使って土作りをしているところですかね。父親とか祖父からも結構教わることも多いので。高原さんは地元の高校を卒業後、滋賀県の園芸の専門学校に進み2年間学びました。その後、宮崎県でカフェを経営する農家のもとを飛び込みで訪れ、トマトの栽培を中心に研修を受けました。6年前に U ターンし、実家の農園で働く高原さん、野菜の収穫やスーパーへの出荷作業など忙しい日々を送っていますが、農業の傍ら飲食店を始めたのには理由がありました。直売所に卸すだけだと、どうしてもお客さんが食べてるところとか、実際の感想ってなかなか聞ける機会がないので、実際に自分が作った野菜を、調理して、お客さんに食べてもらって、野菜についていろいろ言ってもらえるところが、それがモチベーションになって農業の方でもできるような感じになっています。午前11時高原さんが収穫したばかりの野菜を持って店にやってきました。この日のランチに使う食材は、自身で栽培したミニトマトやナス、ピーマンのほか、シシトウやカボチャなど10種類。素揚げやグリルで野菜のうまみをじっくり引き出します。味付けは塩だけです。そして完成した店の看板メニューが、お待たせしました、ハヤシライスです。水を加えず、完熟したミニトマトの水分だけで作ったルー、ピンク色に染まったご飯にもミニトマトが混ぜてあり、まさにトマト尽くしのハヤシライスです。付け合わせにも野菜がたっぷり使われていて、この日はナスのひき肉味噌炒めやもやしのナムルなど4種類が盛り付けられました。野菜のうまみが凝縮した目にも鮮やかなワンプレートです。以前に1回来たことがあるんですけど、すごい1回でお野菜がいっぱい取れて美味しかったので、今日も来ました。農園さんのお野菜はよくスーパーで手に取らせていただいてます。全部自分でやられてるっていうことに、こちら本当敬意表しながらいただいてます。自分の作った野菜を、自分の手で調理して、それを直にやっぱ美味しいって言ってもらえることはすごい嬉しいです。
ゆくゆくは自分でお店を持って、例えばうちの野菜を直売できたりとか、加工品とかでうちのものを使って出せたりとか、より野菜に特化したお店を作っていきたいなというふうには思っています。野菜の美味しさを多くの人に届けたい。高原さんはこれからも真心込めて育てた野菜と自慢の料理で地域に活力を届けます。ランチメニューはプラス100円で野菜増しもできるそうです。野菜不足の人もそうでない人も、高原さんの料理で野菜の美味しさを再認識してみてはいかがでしょうか。